にちは、ブルーホースです。ということでやっていきましょうか。100年目に破産する社長、ブルーホースやってまいりたいと思います。34年目の4月ですね。なんだっけ、レイカーズ時代のシャキール・オニールの背番号ということで、ヨーキー社長、じわっとね、手持ちのお金をね、増やしてるのかなと思うけど、まあ、こいつになせる。うわ、しかも、ぴったりフィット。しかもカード半年間使えないっていうことなんでね、すごい残念ですよね。ではまたこいつどこを奪う気なんだろうな。でもさ、こんだけ離れてっからどうしようかな。一旦そうだね、普通に進んでいきましょう。サイコロクロコロミコロコロ合わせてコロコロさ、1、2、3、あと13マス。まあ、あいつらがここにね、カードも使わずにたどり着くなんてことはまず不可能でございません。でもヘコリプターに乗ることができたらちょっとまだわかんないからな。さあどうなるでしょうか。てか半年でどれくらいだったっけ。さあ、くっついてくるよね、くっついてくるよね。グエヘヘヘ、ボンビラの世界、大分。あ、え、おー、出た、これはなんとか駅カードか、次元爆弾カードかをなすりつけられるやつじゃないか。キングオブテレ、え何枚テレポート。てか待って、270。てか、テレポートカードだったら逆にこいつ欲しいんじゃねえか。でも、袋、目的地変更。あ、目的地変更したら俺が苦しいんだな。てか、いい、めちゃめちゃいいじゃん、テレポートカード。まあ、1枚10億っていう額が、果たしてふさわしいかどうかっていうのはちょっと脇に置いておいてさ、ゴールにたどり着きやすくなるよね。だって俺がそこら辺を周遊しまくってるわけだからね。うん。よかったじゃん、よかったじゃん。ということでさ、今のうちに離れた方がいいよ。よくこう、何ももらえないって。おー、なんだ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 。あ、で、こいつ、省略で無料って意味したら大丈夫。あのさ、敵対的買収してないよね。めちゃめちゃ、もらってきてくれんじゃん。ありがた。よし、じゃあ4で、あと9マス。じゃーん、じゃーん、じゃーん。何もないんかい。港も空港も何もくれない。せめてこうなんかたどり着いた俺にとかってさ、くれたらナイスですね。うんちの壁、何うんちの壁って。うんち壁。あ、ちょ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 、待て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 。何のカードかもちょっと読む間もなく終わってもうとかね。そんなことしてっから燃やされるんだよ。車両爆破したらいいのに、もうグエヘン4キロボンビル金などいらぬのだ。なんだ30個。30年も超えてきたらやっぱ30個でオーバーブルマイってか。470。ちょっと待って、473億とかさ、俺ですら払えないの。てかなんか罰ゲームというか、ボンビーの諸行がさ、なんだなんだなんだ、何それ、一気に200億ももらったらさ、黒田官兵衛マジ有能すぎ。セブンアンダーホールディングス。おお、どこも行けねえんだ。じゃあいいや。いや、いえ、寄りましょう寄りましょう。街を覗いてきますか。もちろん覗いてきますよ。おお、いいですね。酔った俺はないんか。お前らに需要と供給を献上してやってるのによ。まあそんなちょっとやってるとかって言ってるそのオーナーのちょっとやらしさがこう透けてるからあるかもしれないね。良くないかもしれないね。まあそんな話はどうでもよくって。あ、よかったね。てかもう、ボンビーのさ、悪行がさ、俺のレベルに合わせてきてんのよ。それはこいつら、破滅していくわっていう話で。うわー、出た。200億も持った男、急に、いやらしく暴れ始めるっていうね。どうせ失うのにさ。で、8マスで、2。こっちか。お、4月ってことは結構長くもらえたよね。あー、まあ、でも7億か。400億持っての7億ってさ、約何パーセント、 5% 程度か。あ、いいじゃん、望み収入。え、のぞみ収入めちゃっちゃいいやん。お、でもさ、今さ、物件も持ってないし、借金まみれだしってなったら、さすがにミニボンビーじゃないか。うぅー、えぐいなー。なんかもう行ってるのに行かせるっていう感じだよね。もう無理って、玉がカラカラなのに、あ、これ玉じゃないわ。うん。穴という穴がもう塞がっているのにって言って、まだゴーヤとか詰められていくようなタイプかもしれないね。やばいよね。で、しれっとなんかちょっと調子見て、あ、確か、おお、例えば解くことする。あ、よかったね。よかったね。おめでとう。明智光秀、中須賀号1900のいいよ、いいよ、いいよ。うん。もう自分が行かなくても帰るところはどんどん、まかりっこしたぞ。おお、祇園、どうした、祇園。大井さん帰った。おー、ありがとう。900万出して83億収入ってもうえぐいね。もう、違う、こっちか。あ、ちょっと待って、マイナスしか、あー、夕張ってそのところにあるのね。まあいいや、多少のお金なんか
8月でもマイナスが3000万程度とかだったらもうなんかもう別にどうでもいいやってなるよね。俺もこれ言いたいね。もうなんか400億とか手に入ったらもう秒でもうあれだもんね、仕事とかやめてさ、もうなんかね、もう金に群がってくる人とかでもいいから一緒に遊びたいっていう気持ちになったりもするもんね。なすりつけていきやがった。もうで今更借金なんか私怖くないから、おめえの席ないからって出たなすりつけ合いが始まるよ。なんでこの二人のさ、あの、オカマの掘り合いを俺は見なきゃいけないんだっていう話なんだけどさ、出た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 。そしてなぜかあの、これ、おぎなのか、小城なのかちょっとわかんないけどさ、なぜ俺一軒だけ持ってたんだろう。誰か買ってきてくれたんだろうな。半額いいよ、もちろん買うよ、よいよいよ。で、もう、カナダ勘弁、マジ優秀なんだけど。ありがとうございます。で、2。おー、素晴らしいね。なんかコンピューターが測ってくれてたかのように、こうね、やっぱ神様見てるんですよ。俺だってもう人生でいいことしかしてない、来てないから、本当に。うん。で、あったか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 た、でもね、あの、進み方が地味だった分ね、なんかね、こう、まあ、いいや。41億、あーと、5連続一気に90億も出ないやった。俺、しかも望み収入もありがとう。いやー、ただで手に入れるよ、ほんと、望み収入。素晴らしいですね。ということで、宮、うわーやばい、これちょっと急がないとやばいかもしれないぞ。いや、スキー場、夕張メロンな、夕張市も一回さ、なんか、あれだっけ、地域として破産したんだったっけ？うん、まあちょっと大変な時期もあったけれどもね、やっぱり夕張って言ったらもう、メロンっていうね、もう本当に、なんだろう、子供たちにとってはもうヒーローの街だからね、メロンって。メロンってなんであんなに美味しいんだろうね、本当に。うん、甘くて。皆さんの好きなフルーツは何ですかね？イチゴとかさ、リンゴとかさ、パイナップルとか、キウイとかいろいろあるけど、僕は個人的には梨が一番好きですね。うん。甘いし、シャリシャリ出してて。リンゴってちょっとどっちかっていうと酸味だったりもするけどさ、てかお前らなすりつけしまくってて、多くも、そうだ、こいつのおかげで、容器費だけ？なすりつける先もいなくなった、もう容器費絶望のお知らせ。あ、しかも、そいつだけか。ってことはテレポーテーションで、ブロシ社長目的に遠ざかってるけど、今のうちにそばに近づいてきて、ってことで、雷神社長行きましょう。シューこのままなんか目的地にさ、直接こう、近いからっつって、たどり着かせてくれないかな。マジか、隣に来てくれたわ。もうこれゴールたどり着けなくても、別にボンビーがなすりつけられることがなくなる。あれ、ボンビーどこ？ああ、いたわ。なんで今ボンビーなかったんだ。うわあ、めちゃめちゃ近づいてこようとしてるやん。てかもう諦めたらいいのに、ここまで来たら。もう20を出したところでもうここに来ることはできそうだね。できそうやな。うわあ、遠隔操作のゴリゴリっと回って、なんかすごい、ちょっと待って、なんかすごい長くなかった今。キングボンビーマイナス51億、すごいな。うひょー !1244億すごいな。もう俺ですらその額が出たら絶望だ。ああ、どうしよう、スペシャル。ああ、でもスペシャル使って、1マス進みます。都城ってさ、なんか違うやつが全部持ってたんじゃなかったよ。そうだ、こいつだよ。雷神社長が、あ、違う、でも雷神あれか。借金負ったタイミングで全部売って、で、違うところでしか買い占めてたはずだよな。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、これは普通に手に入るはずだから、6連続、ありがとう。で、700億。そうなんだよ、700億だからさ、誰かが背負っている借金分も返すことができないんですよ。めちゃめちゃ売らないかんやんってなると。おめでとう、一番近いじゃん、あいつが。都のでまとめ、雷神、一個だけ持ってやがった。一個だけ余ってやがったか。さあ、頑張れ。さあ、あと4ヶ月でどうすることができるのかなって、このトピックス来ました。12月ブロスは、オッケー、ゴシュガール、あげたい焼き。たい焼きをあげて桜で、いいですね。桜投げるってなんだ。でも、サックか。まあ、5億使って3億だからね、まあ、2億返ってきたっていうことで、トピックスです。なんかそういうの、これなんていうの？ 6つ、6、6首ですね。6泊か。へぇ、6泊するんだ。じゃあ7泊目はどこなのかな？くすつまんねえわ。しょうもないこと言ってんじゃないわよ。ということで、はい。望み収入で、あ、これ一気にたどり着け、あ、違う。あ、そっか。こいつあれだ、九州まで、ナスナスしてきやがった。しかも俺にナスナスしていきやがった。で、しかもあれだよね。もう今更10億の借金なんか一切私怖くないからーっつって。あ、しかもこいつゴリッと逃げていこうとしやがる。でもお前知ってる？お前ら知ってる？俺にはリニアモーターカーっていうのがあるんだぜ。ああ、テレポーテーションで逃げようとしてるね。これ陸路で、あ、でも7、29マスか。これ、あ、でも望み終点じゃない？あ、でもリニアで一気にゴリッと近づくか。マックスでも30だもんね。これで ?38 マス。38マスだったら、ナルト、これつけんじゃね？つけたわ。もうすげえ、400億が2つもある。
はい、しかもしれっとなすりつけていって、空路行って、関西国際空港にたどり着いて、そして明石海峡橋をついて、ナルトに到着です。あれは、俺が諦めることを諦めろ。螺旋丸タタ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 ナルトだから螺旋っていうのはあれかね、渦潮から来てるから、まあ渦巻きとナルトでね、うん、多分そっから来てるんだ。ラーメン食いながらって言うけど、実はナルトはこっちが語源だったりするんですよね。ということで、雷神社長、どんまい。ダメだね。だからね、あの人にね、あの悪いことしたら結局そういうね、自分にいろいろと返ってくるんですよ。うん。ということで、これで832億、あー、無理か。いや、ちょっと待って、それだったら、こうして、じゃ、製薬、あー、なんかあるね。徳島県にな、あの製薬工場、なんかどっかあるんですよ。なんかちょっと有名な会社があったはずなんだけど、どっかちょっと今パッと思い浮かばない。ググってもいい。わ、ググる人もなんか。よし、10マス。まあ、空路から行ったら、それは近づいていきますわなって。で、こいつも、あの、ボンビーからの呪縛放たれたから、すごいこう、意気揚々と進んでっているって感じだよね。ああ、よかったじゃないですか。借金が10、こいつ、マイナスマスで10億の借金を背負うレベルになってるからな。もう、ドンマイとしか言いようがないんだけどさ。でもさ、あの、10億背負うってことはさ、でも15億とかそういうのが多分マイナスとかの世界になってくるんだ。15億くらい、17億、じゃあ13億か。なんかプラスマスで稼いでる月とかもあったりとかしたもんね。だからさ、果たしてこいつが一体どうなるのか。ブーキングボービーグエッヘヘ、カレーいらるのだ。シンプルなお金世界。まあいいじゃん、200億手に入ったんだからさ、141億なんか別にどうでもいいじゃん。黒田勘兵衛、マジでもうすごいわ、うまいでガンス、作詞ですね。64マスか。とりあえず、まだリニアがそろそろなくなりそうな気もしてきてな。あ、そっか。ちょっと待って、周遊寄れない？周遊、あ、寄れる。寄れるパンダ、よっしゃ、ありがとう。ちょっと遠回りになるけど、構わない。よし、オッケー、初期化しましょう。カード、なんか優秀なカードマスどっかいないかな。優秀なカードマス泊まれたらすごくありがたいんだけど。いや、もう別に200億もあってさ、12分の1しかさ、減らすことのできない10億カード、今使うのもったいなくねって思うんだけど、まあ、いや、あの、酔い越しの金を私は持たねえっていうタイプなのかもしれないからね。急行カード。あ、で、次、急行で、こう、ちょっとずつ、71マスか。テレポーテーションで進んでったらいいのに。さあ、早くね、やらないと、金だといらぬのだって、どんどん捨てられちゃいますからね。で、宮崎県に泊まっても、キーボンビー。さあ、一緒に、おー、出たー、行ってらっしゃいませー。あれ、確か2回目じゃない、こいつ。おー、ついに行っちゃったね。また、しばらく帰ってこれませんよ。ということで、陽気日さん、現世で私とイチャイチャします。ありがとうございます。いやー、かわいそうだね。でも、ここのさ、マイナスもさ、大した額じゃなさそうな気がするけどね。うん。ということで、じゃあ、リニア周遊で、これは多分、そうだよね。多分、関西国際空港から新千歳空港までぶっ飛んでいくっていうところだよね。ということなので、後ろから突っ込みます。バックしますピピーピピーバックしますピピーピピー I will be back します私は戻ってきますお尻をぶっ刺し、あ、いねえな。あれ、あ、めちゃめちゃ進んでたわ、実は。いやー、プラスマスまで行っちゃうが、カードが欲しかったんだけどなー。まあいいや。ほいー、たどり着きました。プラスマス、うん、はしたがれでございますね。明智光秀が、1000万円の土地のところを、2000万、あ、じゃあ900万ぐらい、なんでか、増えて帰ってくるの。まあ、ちょっとでも進んでおきたいもんね。まあ、せめて7以上出したかったところだよね。あれでも俺にたどり着くんじゃねえか。あー、丘は掘ることができない。これっぽっちもなーい。さあ、頑張れ。あと何マスだろうね。1。いやー、まさかの年度末をこんなところで過ごすことで、うおー、やっぱ額もえぐいことになりますね。お金が足りましぇ。せっかく200億手に入ったのにさ、秒で落してんだもんね。復讐を忘れるな。出た、128。でも128カードってさ、ここでも、マス適用されるのかな。ただ、使えないっていうのが辛いところだよね。ってことで、望み周遊いきます。18。19マスか、残り。次のターンとかで、まあ、どこまでいけるかって、カード行きたいけどな、どこがいいカード持ってるかっていうのかな、わかんないんだよね。で、どっちあ、こっち。4、5、あー、じゃあ、夕張寄りましょう。あ、星カードあるな。いや、寄りますよ。街を覗いてきますよ。そう、長芋ハンバーグ。多分食べたら、やったカードプレゼントありがとう特急周遊。いやー、やっぱ持つべきものはあれですね。うん、友達でございますね。ということで、いい感じで終わっていったかなっていうふうに思います。まあ、あまりこう、なんかこう、なんだね、特別何かえぐいことが起こったとかそういうのはないんだけどね。陽気費が1億9000万円下がったね。はい、ということで、総資産は
陽気比がこれすごいぞ。6000億以上の差開きがあるけど、うわー陽気比大変なことになってるね。一方ボンビだったら世界でどこまでこう資産を減らされるかわからないし、この1000億をどうやったら、まあでも現金1000億が足りないだけだからね、うん、特性で使ったら秒でなんか戻るから、またグラフが面白いことになりそうだけど、はい、そんなことを期待しつつ一旦こちらで終わりたいと思います。ということで、次回35年目ケビン・デュラントをやってまいりたいと思いますので、ぜひ次回もチャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してお楽しみください。ではまた次回パテでお会いしましょう。バイナラー。